初めての人にはターンテーブルが私のおすすめです。まずはターンテーブルスキャンを初期化します。そしてスキャン、スキャンをしてくれるので終わるまで待ちます。一度に全部をスキャンできないので追加をクリックして違う角度でスキャンします。今度は寝かせてスキャンしました。いい感じですね。ソーセージーヌの反対側も同じようにスキャンします。黒く表示されているところはスキャンできていない部分です。それを補うように角度を変えてスキャンを繰り返します。全部で10回スキャンしました。
キャンしたデータはどれも角度や位置がバラバラなので、マニュアルモードで位置合わせをします。2枚のデータを1、2、3の数字を使って位置合わせをします。左右のデータの同じ位置に数字が来るように調節します。そしてアライメント。今回私は10回スキャンしたので、この作業を10回繰り返します。最後に処理を行います。ノイズ除去、修復、簡略化にチェックを入れて、ファイル名を決めたら適用をクリックします。処理に約5分かかりました。耳の裏側やベレー帽のウーセット部分もちゃんとデータ化できてます。そして一番重要なフェルトの質感や縫い目まで精密に再現できています。早速 3D プリントをしましょう。
今まで使ってきた 3D メーカープロ社の 3D スキャナーは、ホエール、モール、マジックスイフトプラス、そして今回のシール。今まではモールが一番小型だったけど、このシールがさらにコンパクトで、女性でも扱いやすいと思います。持ち運びやセッティングも楽々だし、フリーハンドでスキャンするときも疲れないのはとってもいいですね。性能もとても良くて、今回のようなフェルトの微妙な質感まで再現できて驚きました。シールを使った印象は、小さいものをスキャンするのに向いてると思いました。ミニチュアやフィギュア、私が作るような小さなハンドメイド作品にはもってこいですね。そして今回、価格もぐーんと落ちて、3D スキャナーが今まで以上に身近な存在になったと思います。3D スキャナーに興味のある方は、概要欄に詳細がありますので、ご覧ください。